Hold up, Gabby. Every culture did that. The Eldians were not the only ones. Calm your tits, girl. What's up, everybody? My name is Lehua, and welcome to the Superfina channel. I am a Hawaii variety content creator, host of podcasts across worlds, and I stream on twitch.tv/LehuaSuperfina. Today, we are going to react to an anime. If you like videos like these, don't forget to subscribe, ring the bell, so you can be notified on the next upload. And the anime we're reacting to is Attack on Titan, Episode 70, The Deceiver. Gabi! What? What happened? What? Shikkari shiro! What happened? What happened? You're suddenly suffering! Hey, Jo-chan, are you okay? That was overkill. That was really overkill. Unnecessary. This kid is... Gabby's nuts. ここから逃げてどうするってんだよ。あのままだと殺されるでしょ。あの人はお前を心配してたぞ。悪魔を信じてどうするの。もうジークも信じられない。もう誰も。悪い夢でも見たか。全て夢ならよかったのにな。ガビとファルコの声が聞こえた。二人はどこだ。Deceiver、mm-hmm. かなり遠くまで逃げたよな。夜通し走ったんだから。なあ、その腕章を外せよ。目立つから。これを見られたって普通の住民に意味はわからないでしょ。軍人が見ればわかるだろう。いいから外せって。こんな偏僻な田舎に軍人は歩いてないから。ずっとつけてたらいつか見つかるだろう。マーレに帰れる手がかりも何もないのに。帰れるわけない。私はただ捕まって死ぬまでにジークを見つけて問いただしたいだけ。私たちマーレを裏切ったのか。なんでそんなことをしたのか。あんたは好きにすればいい。She thinks she's gonna get killed. She is ready to do anything before that happens. Girl, she's desperate. Desperate! 別についてこなくていいから。ああ、そうかい。好きにさせてもらうよ。じゃあこれ捨てといてやるから。返せ！お！なんでだよ。こんなもんがここで何の役に立つってんだよ。私は善良なエルディア人なの。それがないと島の悪魔と同じになるでしょ。何言ってんだお前。おかしくなっちまったのか。じゃあほっといてよ。 That's so weird. I'm a good Eldian. She's got a complex. She's got a complex because, you know, Zeke. And she's over there. Girl, get a grip.ついてきたの。あんたまで死ぬことないのに。何してるの。こんな朝早くに。君たちどこから来たの。言いたくないです。私たち家が嫌でやっと逃げてこれて。だからもう戻れないんです。そう、お腹空いたでしょ。近くに私の家があるからついてきて。ちょっとここで待ってて。はい。あの馬は逃走に使える。何言ってんだよ。もっと遠くに逃げないと。ここもじきに捜索される。それに私は悪魔と一緒に食事なんてできない。お前な。お待たせ。入ってきて。あ、はい、今行きます。俺が全部話すから余計なこと言うなよ。君たちか。家出したんはどうしたかすかい。南方マーレの名前。
Southern Marleyan accent? There's different accents? Interesting. キャって、親元から逃げてきました。僕たちにできることがあれば何でもします。だから数日だけ、ここに泊めてください。お願いします。そげん、子供が頭を下げるもんやない。ブラス厩舎へよう来たね。何日でもおったらいいって。そしたらはよ、朝飯食わんと。疲れてるやろ。それ食べたら横になっていいけんね。Gabby's wired, yo. She is wired. Gabby! 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 You deserve that! You deserve everything! いや、馬の仕業だと思うぞ。お前を乗せて逃げる馬なんていないだろうな。馬術の訓練なんてなかったし、こんな田舎にいても何の情報も得られない。下手に動くよりここに根付いた方がいいと思う。何言ってんの。ここでおとなしく助けを待つんだよ。じきに世界中の軍隊がこの島に攻めてくるだろう。きっと兄貴やライナーさんたちが助けに来る。チークが憎くないの？裏切り者があんなに近くにいたんだよ。俺たちにできることはねえよ。 Okay, I'm really impressed with this boy here. He's so calm. And Gabby, oh dear, she's so emotional. I like how she's losing her. うん、ここにいる人は孤児だからね。そうだったんですか。女王の方針で行き場のない子供には支援があるから、ここは4年前に親を失っている子供たちの集まりなの。罪を受け入れてないようですね。え？この島の民が世界に対して残虐非道の限りを尽くした歴史をお忘れですか。エルディア人一人一人が罪の自覚を正しく持つことで、ようやく贖罪への道が開かれるのですよ。それはみんなが親を亡くしたことと関係があるの。当然です。いくら善人のように振る舞おうとも、逃れられる罪の重さではありません。マーレでは。 Shut up, Gabby! Jeez Louise, you are blowing your cover! What the hell? Girl, I know you got like all these beliefs and you're justified andYou're angry and such, but geez, the way is time and place. ここ、私が住んでた村。4年前ここにも巨人が一体現れたの。その巨人を見て村の人はみんな逃げた。足の悪いお母さんを置き去りにして。私はどうすることもできなくて、座ってたの。ただここから、あそこでお母さんが食べられる音を聞いてた。お母さんはずっと生きたまま食べられてた。次第に声も上げられなくなった。声が出なくなるまで叫んだからだと思う。壁の外には人類がいて、私たちを悪魔の民族だって言ってるんでしょ。でも、なんでそんなに恨まれているのかよくわからないの。ミア、ベン、教えて。お母さんは一体何をしたの？何をしたからこんなに恨まれているの？何千年も世界中の人々を虐殺したからでしょ。何千年、そんなことも忘れていたなんて。エルディア人は何千年もの間巨人の力で世界を支配し蹂躙してきたの。
他の民族の文化を奪って望まれない子を産ませて数えきれないほど人を殺してきたの。 Hold up, Gabby. Every culture did that. The Eldians were not the only ones. Calm your tits, girl. 被害者ぶるのはやめて。でもお母さんはこの辺で生まれ育ったからそんなひどいことはしてないと思う。だから100年前あなたたちの先祖が犯した罪の大きさが問題なの。100年前って、じゃあ今生きている私たちは一体何の罪を。 Okay, hold up, Gabby, those are your ancestors too. Don't exclude yourself. 犯しているの。ついこの間だって私の町を蹂躙した。私のお母さんが殺されたのは4年前だからその罪じゃない。だから先祖が世界中の人を虐殺したから。お母さんは誰も殺してない。ねえミア、ちゃんと答えて。なんでお母さんがあんなに苦しんで殺されたのか、何か理由があるんでしょう。そうじゃなきゃおかしいよ。なんでお母さんは生きたまま体を食べられたの。ねえ、何のために殺されたの。ねえ、なんで。威力偵察です。4年前のパラディ島侵攻の目的は大攻勢を見据えての威力偵察でした。カヤさんのお母さんはそれに巻き込まれたんです。 This is such a good scene. Gabby needed this scene. She needed it. Because Gabby has her own mindset, her own beliefs, and this girl is just trashing it! Yes! So we got Falco over here explaining things?That's right, Gabby. That's right. Hear the truth. ありがとう、ペン。教えてくれて。でも、レンが謝るのはおかしいよ。マーレで生まれただけなのに。それで、カヤさんはその状況からどうやって助かったんですか？今の私より少し年上ぐらいのお姉ちゃんが、薪割り用の斧を持って入ってきて。巨人相手に戦ったの。そんな無茶だ。うん、結局お姉ちゃんは自分を盾にして巨人から私を逃がしてくれた。お姉ちゃんが The bow and arrow! That was Sasha! Sasha! 来てたら行く当てのないあなたたちを決して見捨てたりしない。私にそうしてくれたように。今度マーレの人が働いてるレストランに招かれてるの。そこにあなたたちを連れて行けばマーレに帰る方法が見つかるかもしれない。どうして。私はお姉ちゃんみたいな人になりたいの。That was Sasha. She wants to be like Sasha.And she's talking to the girl who killed her!獣の巨人の死骸を調べた結果、爆破され粉々になったジークの体が部分的に見つかった。だが足りない。見つかる部位はどれも両腕両足のものだ。我々を欺くために自らを亡き者と装ったんだ。We believe Zeke has sided with Paradis and escaped on the airship. Oh, they know! They know Zeke betrayed them! Oh! くそ! ずっと一緒に戦ってたのに、裏切り者だったなんて。当然、このままで済ますつもりはない。今から半年以内に、パラディ島に世界連合軍による掃討作戦を行う。半年ですか？ファルコとガビの救出も半年後でしょうか？Six months? Are they really going to wait 6 months? Nah, no way! That's too long! あの二人は最も優秀な戦士候補生です。失えばマーレにとっても大きな痛手になるかと。次の戦士候補生の育成にも相当な時間がかかりますしね。だがマーレの力のみでパラディ島を攻めても以前のように返り討ちに遭うだけだ。世界連合軍の集結を待つ。ジークもそう考えるでしょう。大打撃を受けたマーレ軍は
すぐさま攻勢に転じることはないと。そして半年後に潰されるのを策もなしにただ待っている人でもない。世界連合軍を待ってはいられません。今すぐにパラディ島を奇襲すべきです。 This episode was intense. Oh my gosh. Felt short. It felt way too short, but I'm satisfied. Like, I was hating Gabby's guts. Like, she killed Sasha, okay? If she's being such a brat. I was upset when she pretty much pulverized that guy at the jail cell. Like, I thought that was overkill. Like, too much, Gabby. That was too much. And then they, I guess, infiltrated that home. Well, actually, they ran away to the forest. And then the family took him in. And Gabby was going nuts. I was relishing in her getting nuts. Like, she was losing her shit. I liked seeing Gabby distraught. I liked seeing her in panic, desperation, because I wanted her to suffer. I wanted to see her mentally suffer, because I really didn't like her. I don't like her. And that scene with the little girl, the blonde girl, was it Kaya? Telling them about how her mom died from the Titan. She's asking, why did my mom die? And Gabby's like spewing all that stuff she learned back in Marley. Girl, Gabby, that wasn't working. No. It was that moment that I think Falco and Gabby were realizing how human the Eldians are on Paradise Island. This is a build up. This is building up to something. I'm excited. And that was my reaction to Attack on Titan, episode 70, Deceiver. What did you think about this episode? What did you think about this video? Let me know in the comments below. And if you want to talk outside of YouTube, we also have a Discord. Link is available in the description. And I also stream on twitch.tv/LehulaSuperfina. I do have people who watch these videos who pop into the stream and talk about the videos, because I do talk about tech, games, anime, manga, and people who've seen the videos, they like to stop by and just talk about them. Outside of YouTube and Twitch, I also host podcasts across worlds where we talk about anime and manga. If you like that kind of stuff, there is a link to the podcast in the description. It is available on all platforms. Other than that, my name is Leihua, and this was the Superfina channel reacting to Attack on Titan, episode 70, Deceiver. Hope you guys liked this video, and I will see you on the next one. Laters! Huge thanks to my Patreons and channel members for making this video possible. If you also want to be part of the Superfina party, you can click over here or become a channel member. Don't forget to subscribe so you don't miss the next video. And I do stream live on Twitch every Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. Hope to see you guys there, and I will see you on the next video. This bump.